文官詩林、第691巻、文官詩林は、中国東大の直戦艦詩文集。東高層の県警三年、元慶僧が直を報じて戦した。艦から当初までの詩文を収め、文戦に次ぐ最古の総集である。元戦艦あったが、東以降散逸し、今は、数十艦が残るのみである。中国では早く滅び、日本にのみ残る、逸存書であり、 高野山にある正友院蔵の残館12巻と、宝珠院の残館1巻は、日本の国宝に指定されている。東海洋巻36に、元慶宗が、県警3年に、文刊資林1艦巻を編纂して新入したことが見える。北曹の、数分総目には、文刊資林男児4巻、元慶宗編というのみであり、宗主形文史8にも元、慶宗 文刊四輪歌一巻しか見えない。五代十国時代を経て壮大にはすでにほとんど滅びていたことがわかる。林十歳、逸存草書に文刊四輪、残刊四巻が含まれており、この本が逆輸入されることによって、再び中国でも文刊四輪が知られるようになった。洋史系は逸存草書に含まれない残刊十四巻を日本で得て、こいつ書に収録した。 文館資林影公認本には、政友院蔵の公認14年商本を中心として27巻、及び、関数不明の残貫3種を永遠している。ありがとうございます。